クイズ大西アホみたいなほんまな話。声全然声が全然出てないじゃないですか。いやさあ始まりました、クイズ大西アホみたいなほんまな話、司会の藤原藤本です。よろしくお願いします。さあ、明石家さんまさんが初めて企画プロデュース、いよいよ昨日から配信開始となった、ネットフリックスオリジナルドラマ、ジミーアホみたいなほんまな話。ドラマの配信を記念して、この番組ではジミーさんのさまざまなアホみたいなほんまな話からクイズを出題します。その魅力に迫ります。さらにクイズの答えの裏側まで話してくれるスペシャルなゲストも登場いたします。これさえ見ればドラマ本編も絶対見たくなること間違いなしの、超特別生配信となっております。長いな、長いわもう。さすが、さすが。では、改めましてメインゲストのご紹介です。まずは何といっても本日の主役のジミー大西さんです。よろしくお願いします。はい、そしてドラマ本編でジミーさん役を演じた、中尾明慶さんです。よろしくお願いします。はい、中尾くん、はい、ジミーさん役を演じるにあたってこの一番大変やったことって何ですか？一番って言われたらあれですけど、さんまさんからリハーサル結構練習させられたのは、ウォっていうやつがあるんですよね。ジミーさんがやるあの、うんっていうのをずっとつって2人で何回も練習しました。何回もすること、それって。いや、この 2,3 回でできることじゃない。いや、難しいんですよ、これが。この音がみんな出ないライセンス。いや、うん、ちょっと中尾くん、出てるやん。あ、それは練習して、練習してできた卵なんですね。はい、難しかった。できてると思うんですけど、さんまさんの中ではなんか違うんですよ。あ、そう、あんねや、さんまさんの中で。で、ずっとやるんですけど、ジミーさんも毎回微妙に違うんですよ。それはあかんわ。それできへんわ、それ。どれが正解かはね。ねえ。難しかったんですけど。難しかったよね。はい、これはよく練習しめ、いじられてたんちゃうの、それは、さんまさんにね、ええ、面白いから、そういうことなんですかね。そうやり取りを見てね、わわ笑うようなね。そうそう、ええ、そうでしょう。いや、そんな感じでしたね。でもね、ずっとウォーウォーずっとウォーの練習。そこしかむしろリハーサルしてないですよ。何だったんだろう、あのウォーの楽しそうな現場ですね。はい、ね、さあ、ジミーさんはですね、はい、その自分の話がドラマになるって最初聞いた時どう思いました？僕はここまでこんな大きく大きい話は思わなかったんですよ。はい、コントのように、例えばスタッフ30人で、さあやろうかっていうのと、お前ジミー、お前借金あるやろって、知ってるぞ。何の話してます？何の話が全く。じゃあテレコになった、テレコになったんですけど。いや、分からないから、テレコになったことはこっち側は、はい、ジミーさんの中では成立してるかもしれませんけど、はい、えコントにスタッフ30人多すぎるでしょ、まだ。いや、むちゃくちゃなのよ。いや、さんまさんのコントにスタッフ30人以上おんねんって、本当に。さんまさんのコントって知りませんから、はい、コントしかジミーさん言うてないんですよ。はい、さんまさんの、そう言ってくれないと分かんないですよ。さんまさんのコントで30人ぐらいやと、はい、今回もまあ30人ぐらいやとスタッフを思ってたんですよ。はい、まあ、もうこう30人、まあ多いですけどね。ああ、でも、で、まあ、ほんで規模が、いや、一桁違って300人スタッフ。わー、これすごいぞ。それだけね、はい、力入れてるってことですよ。そう、ほんでもう、うわーってこう、えらいことになってもうたなって、自分の中で、はい、もう今て、テンパってる状況なんですよ。うわ、えらいことになってるわ。それでもう15秒ぐらいでまとめて話せるでしょ。ねえ、まとめて、やなくて、はいはい、でなくて、まとめて喋ってください。はい、はい、さあ、それでは続いてクイズの回答者を紹介したいと思います。まずはジミーさんのことをあまり知らない世代代表として、この2人、はい、ある意味ジミーさん並みのぶっ飛びガール、須藤りりかちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。どうも。そしてある意味ジミーさん並みのヤバいやつ、コロチキナダル。お願いします。はい、はい、知ってる、須藤ちゃん、ジミーさんって。なんか人づてによく聞きます。なんで聞いてる？人づてに。え、なんかすごい、すごい人みたいな。本能を大切にする人みたいな。なんかちょっとええようにね、はい、聞こえますけどね。もっと具体的なことは聞いてません？聞いてない。大物だからちゃんとするようにみたいな。はい、それ間違ってるよ。まあ、ある意味大物か。ね、年数が長いっていう。あ、芸歴が長いからね。はい。でも、緊張です。でもなんか注意されてませんか？何メートルから、事務所の方からね。全然されてないです。何メートル？
全然跳ねねえな。やり取りが跳ねねえ。あの人が聞いたらダメよみたいなことを言われたりしてないかなってことね。え、ナダルは？いや僕もだからあんまり仕事でご一緒したことないんですけど、僕がもう一方的にキジミさんを見させてもらうっていうことぐらいです。いやいや、スタッフがカンペ落としたことにリアクションせんねえねえ、いちいち。はい、なんどういう印象は？いやな、ほんまに、ま、性欲強いとか。そうね、それはもうごめんなさいね、清水さん、はい、すごいですよね、はい、すごいです、もう一日最高何回でしたっけ、あの一人で一人でやるやつ、一人で、あ、一人でやるやつですか、最高は、13回もう出えへん、もう出しに行って、もう出えへんって、なんで13回目やろうとしたの、もう12回目で出ないの分かったでしょ、13回目が12回目は出たんですか、いや出てない、もうあの13回やらんでいいでしょ、それだけまだやりたいですね、はい、そうですね、そういうイメージとか、まあ、頭かくイメージね、いろいろね、はい、もうそんな感じで、わかりました、ほとんど知らないんでお願いします、はいはい、そしてジミーさんの次を担う吉本ゴリラ枠として出演、原西でーす、俺やで、いや、あのまあ確かにそのゴリラの仕事をさせていただいて、はい、何人かこう共演したんですよ、はい、ゴリラとして、はい、でその中で負けたかなと思う方が2人いまして、はい、1人はもう篠原さん、もうルックスがゴリラっていう、はい、だってここが前に出てる人おらへんやん人間で、まあね、そこでゴリラと、ゴリラと、あともう1人ジミーさん、もう内面がゴリラっていう、内面ゴリラ、もうゴリラや、野生味がすごいですもんね、確かに、ね、それがやっぱすごいですから、もうほんまに初めて史上最初、人類史上一番最初の天然記念物になるんちゃうかなっていうぐらいの意識です、僕は大阪で劇場で、なんか返しながらやん、いやいや、あの、いやいや、ないでしょ、何をにんまり聞いてるんですか結構ね、いじられてんのに、いや、本当にあの一緒に仕事させてもらって、ね、あ、モニタリングでね、モニタリングで、ね、はいはいはい、でもあの踊りとかしっかり覚えるんですけど、はい、僕なかなか覚えるんですよ、一緒のようにやってるんですけど、でしょうね、はい、だから、いや、ゴリラとしては天才やなと思って、ゴリラとしてよりゴリラっぽかったのはジミーさんですから、はい、だってあの終了これ以上ねちょっと期待できなかったんで、はい、トークがね、さあ、ジミーさんのジミーというのはもともとゴリラの名前から取ったものなんですよね、そうです、はい、さんまさんがジミーさんにジミー大西という芸名をつけてテレビをつけた瞬間に人気者のゴリラジミーちゃんが死んだというニュースが流れたんですって演技悪ないそれそれを見たいやそれを見たさんまさんがジミーさんは売れるって確信したらしいですよ、うん、だから後釜ですよ、まあ、そういうことゴリラのジミーちゃんの後釜としてね絶対売れると、あの、うん、最初にジミーってさんまさんがつけたんです、うん、今言いましたよ、今言いましたね今言いましたよ全く最初にって何なんですか、いやだから誰かとあのもう一人命名する人出てくるんですか最初にって何なんですか、え、あのそのゴリラのジミーが死ぬ前にジミーってつけたんです、はい、さんまさんが、いや言いましたよだから、あ、言いましたそれでつけた後もうすぐなくなったでしょ、あ、そう、ね、あ、そう、そういうことそういうこと、いや言いましたよだからいや伝わってますけどすぐ再放送伝わってますけど、あ、ごめん、はい、じゃあ行きましょう、それではクイズのルール説明です、これからジミーさんのさまざまな伝説的エピソードからクイズを出題いたします、クイズに1問正解するごとにバナナ1本差し上げます、最終的にバナナを一番たくさん集めた方が優勝です、バナナですか、バナナです、ゴリラですからね、はい、すいません、まあ、素晴らしいご褒美を用意してますので皆さん頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります、はい、そして、ツイッターの、ハッシュタグジミーでこの番組への感想、ドラマへの応援コメントも随時募集中です、はい、ですよね、はい、来てるんですね、はい、あ、どんどん送ってきてください、はい、お願いします、では早速ですが始めていきましょう、最初のブロックは、うん、フリップでクイズ大西、さあ、このブロックはですねドラマで描かれているジミーさんのエピソードに関するクイズでございます、回答者の皆さんはお手元のフリップを使ってお答えください、はい、さあ行きましょうか、あります、ありますか、はい、ちょっと風俗長みたいになってる誰が風俗長や、風俗長みたいになってるよほんまに今日大丈夫その辺は、大丈夫です、大丈夫なのね、はい、人妻です、はい、さあそれでは参りましょう、クイズ大西、芸人になりたての頃、先輩芸人から舞台の小道具として骨が折れたレントゲン写真を用意しろと言われたジミーさん、え、はい、その時
ジミーさんが取った行動とは一体何だったでしょうか。それでは皆さんお手元のフリップにお答えをお書きください。どうぞ。はい、もうだいぶ低めですよ、第一問目なんでね。はい、大御所の先輩から。なるほどね、はい、大御所先輩からね。お亡くなりになられたんですけど、今日花今日しよう、花今日しようから、はい、連続の写真を用意しろと。用意しろって言われて、新喜劇のね。さあ、ジミーさん撮った行動は一体何でしょうか。絶対いるんやで。絶対、そう、絶対いるんでしょうね。絶対いるんやでね、絶対皆さん当てすぎないようにね。はい、当てに行ってもいいですけどね、まあ第一問目なんでね。やっぱり芸人なんでね、二人はね、ナダルタなんでしょうね。ちょっとね、軽いボケのエッセンスなんか入れていただけると、じゃあ、でもジミーさん、ボケたらそれが当たることがあるから。あ、そうなのよね。自分なりにはボケたんですけど、ちょっとどうなるか分かりますか。分かりました。いいですよ。はい。さあ、かけました？かけた人から行きましょうか。はい。スノちゃん、いける？はい、はい、かきました。はい、じゃあお答えをどうぞ。はい。軟骨の部分をレントゲンした。軟骨の部分、はい、何軟骨の部分って。軟骨の部分は透けるじゃないですか。いや、そうなんですか。はい、だから何の軟骨の部分、何のどっかです、体のどこかの軟骨の部分。なるほどね、うん、はい、なんで軟骨なの。軟骨だと透けるってどういうこと。なんか薄くなるから、うん、後ろから黒く塗りつぶしたら、うんね、折れてるように見える。あ、なるほどね、うん、はい、わかりました。さあ次ナダル、はい、はい、どうぞ。自分の骨を折ってレントゲンで撮った。ほら、そこまでね、大変ねえ、やばいよねねえ、さあ足りなく正解使いやいやもう足りなく正解使いやろ、難しいよ、ほんまに。どうしようかな思っても、まだ分からない、そんなの、そうや、まだ分かんない、いや、まだ分からへんよ、まだ分かんない。じゃあ原口君最後いきましょう。俺はちょっと遠目にしたのよ、原口さんの腕を折ったっていうねちょっと遠目から攻めたのに、お前ガチっていくからさなんか僕も嫌な予感はしてる。俺言うたやん、軽いね、軽いボケのつもりです、僕はだからこっちもっとですね、もっと当たるから、当たっちゃうから、それがお前当たる場合あるから、当たってそう、当たってそう、いや、分かりませんよ、まだ当たってそう、まだ分かりません。さあ、正解はあるんでしょうか。それではドラマから正解となるシーンを見てみましょう。どうぞ。レントゲン写真、せや、ほんでボッキー折れとるやつやぞ。お家の小道具用意するのも新人の仕事や、早いけ。ボッキリ折れとる、出したの帰りてこや、レントゲン。ほんで胸やったよ。いや、ちょっと先生、骨折れとらんわ。折れてへんのですか。せや、よかったな。よないわ。何すんねん、何すんねん。止めんといてください、止めんといてください。やめ、僕芸人やから、新人やから。はい、ナダル正解。すみません、すみません、ほんまにごめんなさい、ほんまにごめんなさい。割と大事よこっち。すみません、ほんまちょっとめっちゃむずいわこれ。バナナ一本差し上げます。ちょっとんといてよ、雑投げる。 V が楽しないわ、雑やな、その通り進むから。すみません、なんか途中で分かりました、もう出したときから。分かるやろ、もうちゃんとしますから、ほんまに。難しい、でもほんまに僕も常識ではないこと言ってます、これは。これはそう、お願いしますね。そうだよな、もっと常識だよ。スノーちゃんも欲しかったけどね。そうですね、はい、いません。まさか俺なんで。ジミーさん、なんでこんなことしたんですか。いや、あのしかも俺、足や思ってました。いや、胸よ、肋骨ですか。肋骨に、あの、はぬき先生が、はい、要するにで怖かったんよ、花木先生。はいはいはい、んで、あの花木先生言われたら、何が何でもそのやらな、持ってこなあかんし、小道具も。そうですよね、やっぱりね、大先輩に言われたらね。はい、はい、で、レントゲン写真、その、ないんですよ、小道具に。はい、ほんで、もうどうしようどうしよう思って、はい、で、医者行って、そこもう自分が折れて、もう先生に持って行った方がええやん思って、ね、はい、ガーンガーンやって、ほんで先生
ここら辺傷いっぱいつけて先生痛いんですって言って、ほんでレントゲン取ってください言って、でレントゲン取ってもらって、で大丈夫です言われて、いやそんなことないはずやって言って、もう一回ガーンガーンって目の前で、目の前で、で、なんでって、なんで言われたんですよ、なんでそんなにレントゲン、いや言われるでしょう、レントゲンはほんで上げ、あの買えないですよって言われた、持って帰れない、そうかそうか、持って帰れない、持って帰れないですもんね、はい、いやあのいや持って帰っと帰らな困るんです、何が何、何でも欲しいんです、そうですよね、なんでそんないるんですかって言って、いやあの新喜劇で小道具いるんですって言ったら、医者を舐めとんのか言われて、そのそのためにまあそうでしょう。まあまあ医者の意見を正しく、間違ってその通りでしょうね。まあ間違えてないです。中川君はこの話聞いた時どう思いました？いやもう想像がつかなかったです。だからもう監督に言われるがままに芝居しただけですけど。でもほんまにやったんか思いますよね。いや本当そうですね。ありえない。結果どうなったんですか、その。そう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 。結果としては、いや一応保険使わずに保険適用外になるんですよ。自分でやる。いやその医療的な問題じゃなくて。あのレントゲンをどうしたの、医療のシステムの話してるんじゃないですよ、はい、国のね、はい、保険のシステムを聞いてないですよ、保険適用外って結局ほら、はい、もらえなかったんでしょ、写真を、だからどうしたんですか、原木さんに何て言ったんですか、すいませんもう自分ここ傷みしてここまでやって、はいはい、ほんだらお前アホかと、なんでそこまで自分痛めてそこへ小道具用意すんねと、でも用意しないと先生怒るじゃないですかって自分の中で思いつつ、あまりにも、ね、すごい行動を起こしたから、ちょ引いてもらったやつね、そういうことやね、花木師匠が、でそれが楽屋で話題になったんですよ、あ、まあ、そうなるでしょうね、はい、当時の、ね、ジミーさんの写真が残っております、ららうわこちらです、これですうわ傷だらけなんですか、いや違うそのおろうてしてすぐの写真はないわそこら辺の、あれでも中尾君やっぱり似てない、あ、そうですか、いやこの写真見たらあれちょっとイメージ全然嬉しくないんですよいやそりゃそうやで、俺よう言わんわ、いやどう褒めてるつもりなんやけど、いや似てるなと思って、はい、この頃ジミーさん どのぐらい稼いでたんですか、この時で、チェイジューぐらいか、チェイジューでも業界用語で言いなさい10万で、10万業界用語でチェイジューで10万、そうなんですね、あの吉本から、はい、要するにこの進行手当が5万6千円ですわ、はい、6万の源泉引かれるからなんぼや、いやそんな細かいところはいいんですよ細かい給料のシステム、吉本の給料のシステムは、5万4千円、5万4千円、はい、5万4千円プラス通行人で来てたんですよ、何のですか、新喜劇の、新喜劇とかそのテレビあるじゃないですか、例えば劇場の、はい、例えば駐在さんや何やって、はい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 、あれのコメディ、ね、コメディで、はい、通行人で出たらもう9000円もあ現在で、だからプラスアルファがどんどん増えていくんですよ、はい、そっからありがたいんですよ、こんな通行人じゃ収まりきれんでしょうこっち目いてしまうよ、こんな人が後ろ歩いてたらねなんかみんなそのヘホヘホすんのやめてください、大勢の中の一人とか例えばそういうなんで、なるほどね、はい、わかりました、そのセリフ内上手から下手まで、はい、じゃあ2問目いきましょうか、はい、はい、いきましょう、それでは2問目です、さんまさんが弟子を取らない主義だったため盆地修師匠に弟子入りすることとなったジミーさん、はい、そんなジミーさんが修師匠の自宅で師匠の奥様と一緒に留守番をしているときにその奥様を激怒させてしまいます、はい、さてジミーさんは一体何をやらかしてしまったのでしょうか、それでは皆さんお手元のフリップにお書きください、どうぞ、いや何でもやりづらいもんな、激怒です、修師匠の奥様が、ねえ、かなり怒った、めちゃくちゃ怒った、あ怒ったっていうか、あまあ怒ったか、いや怒ったんですよ何やろ、まあでも分かるでしょ、師匠はいないんですよ、師匠がいないってことですよね、あの、はい、だから奥様とジミーさん2人っきりになったってことですね、うん、師匠が要するにあの師匠と迎えに行こうと思って師匠とこう起きてたんですけども、はい、師匠が電話があってきてもう寝てもいいわということを言われたんです、これヒントなしですか、夜です、夜ですね、夜ですか、もう寝てもいいわ、これもまあジミーさんのこと考えたらちょっと分かるんじゃないですか、どうでしょうね、さあ俺も遅いから師匠はもう迎え込んでええ言われたんです、もう遅いから、うん、もう寝とけ、先寝とけよって言われて、な、
では夜ですね。夜夜夜、はい、どうですか皆さん。それを聞いた俺が当ててまいそうですよ。もうそうやな、ね、お前感性が絶対近いもん。それしか出てこない。一緒やねやっぱり。ほんまに。いやいや、じゃあ一緒じゃないっすよ。もうなんとなくのことですから。性欲すごいやお前も。いやいやいや、もう言ってるやん。性欲的なこと。あいつね、最近綺麗な彼女できたんですよ。うせやそれ。それそれあかんわ。なんでやねん。ええ、嫉妬やもんみんなが。別にいいでしょ。すごい、はい、でも彼女あの沖縄のクラブでナンパしたこと知ってんのかな彼女ね今。そんな話なんでするんですか今。関係あれへん。いやいや、ちょっと、いや、ちょっと待って。ナンパしてどうなったの。どうすっ、なんで先聞いたんだよ。なんで先聞いてたんだよ。うつそこ気にならんでしょあんまり。付き合ったから、はい、はい、それでは順に答えを見ていきましょう、はい、じゃあ話からいこうか。はい、はい、まあやっぱり一回やったことが忘れられないっていうタイプの人なので、はい、あの奥様の肋骨を折ってレントゲンを撮った。違う、繋がってないね一問目と。繋がってないですか。あれ以来ずっと誰のもう肋骨も折ってしまうと。いや頭おかしいやないか。怖いや、ありえますよ。じゃあ次はありえますよ。須藤ちゃん。はい、はい、目の前で14回目をしようとした。あ、13回目やってるから。ありそう、ありそうですね。ちょっとやそっとじゃもう幸運せえからもう師匠の奥様に見てもらおうという。これはでもそれで幸運しようとしたと。どうですか、はい、まあ、漫才でもないような、ね、さあ、ナデル、はい、どうぞ。おねしょ。ん？え？じゃあちょっともうむずいねんってほんまに。いや、おねしょはさ、おねしょは自分でしようと思ってできないことやんか。はい、どういうことですか。もう巻いた。何を。おしっこ。いけーって。はい、わかりました。いやもうほんまごめんなさい、もうきついわ。むずい。さあ正解はあるんでしょうか。それではドラマから正解となるシーンを見てみましょう。ねえ、ほんまにひどいと思わへん。あら、なんで結婚したんて。それは一緒にいられるからな。巨乳的よ。それ全然帰ってきてくれへんねんから。そう思わへん、大西くん。はいはい、思います思います。なんでおさむさん帰ってきいひんのやろって。せやろ。いや、こんなんか。奥さんも、奥さんも奥さん。何が。なんでもないです。可愛らしい方ですけどね。可愛らしい方です。でもちょっと、はい、もしもし。いや、もうなんとなくわかりますけど。あ、おさむちゃん。え、まだ仕事してんの。もうひどいんやから。あんまり遅いと大西くんと浮気しちゃうわよ。怖い。おさむちゃんまだ収録が長引いてるんやって。ほんまにええんですか。何やってんの。僕と浮気するって。アホ、冗談。来ますよ。しまえ。はい、正解は、おさむ師匠の奥様を抱こうとしたでした。やっぱりな。もう分かった。やっぱりなってないやねん。絶対そうでしょ。僕頑張って頑張って外したんですよ。おねしょ。別に正解出してもいいよ別に、うん、いやいや、ちょっとあかん感じ出てましたよ。バナナ掘りましたよ。面白いボケが思いつかんかったってはっきり言うたらええやん。言うたらええやん。いや、あいつは何かのごまかそうとするからさ。そういうやつなんですよ。きつー。当てていいよ。だから当てていいよ。当てて全然いいんじゃない。クイズですから、はい、そう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 。ねえ、どうも商品もらえます。ジミーさん、はい、なんでこんなことをしたんですか。いや、奥さんがその、はい、まあ、ジミーちゃんと浮気していいよって言うから、俺、師匠の奥さん、ほんま好きなんですよ。好きなんですよ。いや、本当に好きだったんですか。でも、いやいや、いつも可愛らしいと思ってたんですよ、うん、あ、そうなんですか。可愛らしい奥さんやなっていつも思ってたんですね、はい、ほんで浮気していいよだから、これ俺だいけんちゃん思って。師匠の奥さんですよ。ねえ、レギュラーのあるある探検隊で、はい、師匠の奥さん好きになるってあるんですよ。ほんまにあったんや。ボケでやってますからね、レギュラーは。ほんまにあったんやね、ほんなら。あれ、いやいや、ほんと、姉さん優しい方で、いや、でもそれ冗談ですやん、それは。浮気、大西君の浮気するよ、みたいなのは。はい、でも、師匠が、お風呂ね、はい、最後に入って僕洗うんですけども、はい、最後これ師匠の妹ちゃうなとか思って、奥さんの妹かな思って。やめましょう。
やめましょう。わかんないね、ちょっと。どう、それどうするんですか、もしか。どうしたんですか、その陰謀。いや、ほんなら、お前、塩男泊まり込みで、例えば、弟子になってて、どうやって吐き出すんよ。性欲を。性欲、何ヶ月のトイレか。何ヶ月のトイレでしこってたんですか。だからあの何ヶ月のトイレ、ええ、てあの何ヶ月のトイレ、ええ、子供生まれんちゃうかいぐらい。そんな出してたんすか。うわってたもん。だからあの必勝、あのこれもあの要するにビニール袋、自分の精子入れてようこうやって。きり言うたな。あ、言うてもだね。言うてもてます。自分の精子をビニール袋入れて何してたんですか。入れて、はい、あの今日も出し切りましたって、楽屋でそういうなん、もうまた出し切ったんかって、はいって今日も出し切りましたって用意してたんですよ。いやもう怖いわ。楽屋に今日も出してきましたって言ってたんです。いや、あれはね、いやもう言われる前にね、ジミさん、その奥さんには、はい、どこまでのモーションをかけたんですか、実際は。そう激怒されたんですよね、はいはい、どういうモーション。はい、あのズボン脱いで、あのパンツはパンツも脱いで、あのその時のお願い、じゃあお願いします。そりゃ怒られるわ。その時はすごいな。あのジミさん自身はどうなってたんですか。それはもう天井向いてるやん。いや、ネットフリックスで映画切れない世界があるんだね。いや、ちょっとかなりマイルドにしてるんですよ。じゃあそれ中尾君にやってもらえるわけない。やると中尾君よ。そりゃそうできてくれ。無理無理。精神ビニール入れてな、できないでしょ。今日も出してきました。今日も出してきましたって。ジミさんがやるんじゃないんだ。もう当時のね、あのジミさん写真が残っております。こちらです。こちら、え、どれこれ師匠で、これおさむ師匠やん、まさと師匠。はいはい、あ、でもなんか似てますね、も確かに。ねえ、あのおさむ師匠からなんか学んだこととかありますか。師匠から、ええ師匠から学んでも師匠節学ばれへんねん。あの、要するにまあ、オリジナルですね。独特のね、ギャグとか。あーとか、そうか、学ぶ言うたらそれだけやもんよ。え、それだけもんじゃん。それは失礼でしょ。いやいや、それだけもんじゃないけど。オサム師匠に失礼ですよ。いや、師匠節はやっぱり学ばれへん。やっぱり師匠オリジナルですもんね、師匠のね。やっぱり、いろいろ師匠の真似したけど、はい、できない。いや、それは。いや、そこ盗まなくていいと思いますけどね。はい。でも、やっぱり、あの師匠節はやっぱり、師匠節って何なんですか。いや、おさむ節はおさむ節でやっぱりしっかり、あのそのそういう真似はできねえんですよ。なんかでもそのいただいた言葉で忘れられない言葉みたいなのあります。師匠から、はい、師匠からやっぱりあのおさむちゃんですはやっぱ忘れられない。それはみんなそうです。みんながそうです。おさむちゃんです残ってますっていうのは誰でもそうです。いや、それは別に一番弟子が言うことじゃないですよ。それは別にジミーさんもらったわけじゃないでしょ。ないんですか、なんかあげるって言葉。あげる言われたんですか。おさむちゃんです、おさむちゃんですやから。ジミーさんはジミーさんやから、おさむちゃんですいうのおかしいですやんか、はい、いや、ね、はい、もらったんですね。いただきました。はい、性欲はもう抑えられないですね。もう絶対抑えられません。はい、ね、今でもね、まあ、でも抑えられません、ね、はい、しょうがないですね、もうそれはね。はい、はい、それでは参りましょう。クイズ大西、3問目ですね、はい、徐々に揺れ始め、専属のマネージャーがつくことになったジミーさん。そのマネージャーが挨拶をしにジミーさんの楽屋へ行ったところ、そこにはジミーさんの衝撃的な姿が。さてマネージャーは一体何を見たのでしょう。それでは皆さんおかけください、どうぞ。答え言うてんの一緒やけどね。いや、もうこれでも答え当たってまいそうやな、楽屋で。もう分かっちゃいますよね、うん、ねえ。さあヒントあります。いや、もうヒントはもう答え言うてるもん。、ね、言うてないじゃないですか、衝撃的な姿。今までの、ね、流れの中で、今までの流れの中で、ね、言うてる感じですもんね。そうですね、これ分かっちゃうと思う、ね、これ分かっちゃうか、だからまあ、ね、まあね、まあ、そっち方面ですか、やっぱり。そっち方面です、やっぱそっち方面ですね。それしかないもん。まあそうですね、うん、でも
中尾さん、よくこれを演じられましたですね。このシーンは結構恥ずかしかったですね。ててあ、そうなんや。なんかあ結構じゃあ攻めた感じのシーンなんですね。結構恥ずかしかったですね、はい、現場の雰囲気的には。いやでもそのこういうものってその自分のスタイルみたいのもあるじゃないですか。中尾君そこまで見削らんでいいから大丈夫ね。もまかしといたらいいから。自分も何か言わなあかんと思わしてしまったね。ジミーさん悪いんですけれどもね。ねえ、はい、書きました。ナダル遅いな。いやもう分かりました、書きました、書きました。難しい。なんで切れてんのよ。じゃあ誰からいきましょう。じゃあ話からいこう。はい、はい、お願いします、まあ、どうぞ。これほんまに近いと思います、はい、メスゴリラの写真で14発目もうやり行き過ぎ、行き過ぎて、おかずがなくなってしまったと。はい、はい、はい、これはどうちゃん、うまうまい。はい、どうぞ。床を這いつくばっていた。怖いな、何のため。どういうことやろ。床にするスタイル。あー、なるほど。そういうことか、よく知ってるな。床に擦ってありますけど、床に擦ってたってこと。そうです。床を女性と見立ててってことね。じゃあそうです。まあ、そういうこともありましたよ。じゃあ正解やんか。いや横じゃないけどね。横そう言っちゃうと。いや横じゃないけど、畳やけど。畳素材の問題じゃないけど、ね、はい、最後ナダルどうぞ、はい、ちょっといろんなやり方もやりすぎて、はい、もう新しいことしようとして、壁に穴掘って壁とやってた。なんか俺がちょっと言ってしまったみたいなとこねあるからね、ごめんなさい。なんかね、ごめんなさい、僕がもうごめんなさい、ごめんなさい、なごめんなんかな、ごめんなさい、ごめんなさい。さあ正解はあるんでしょうか、はい、それではドラマから正解となるシーンを見てみましょう。どうぞ。すいません、ジミー大西さんってどちらに。ジミーは今楽屋行ったとこやね。ありがとうございます。ちょか、誰や。いやもう楽屋で泊まったりしてたんですよ。あの今セキュリティーやる。失礼します。さあ正解出ますよ。本日よりマネージャーとしてお世話になります、高宮きょ。なに。中尾君がやってるやん。いやそう、中尾君がやってるやん。断りやん。ちょっとこれ何してん。やってるやってる。これで変態。あ、持てるやん。もう断りなはれ。もうしょうがないんですよ、台本に書いてあると。どう思ったんですか、台本見た時このシーンがあると分かったでしょ。いやもうこれも後半何話ぐらいですかね、6話とかそれぐらいに来てるんで、もう僕の脳も麻痺しちゃってるんですよ。だからもう全然すぐ受け入れちゃう。まあね、毎回脱いでるんで。もうこんなシーンばっかり。もうこんなシーンばっかりなんですよ。そうなんや。また、あ、ここで、はい、分かりました。慣れてもうて。慣れちゃってるんですよ。前張りしてあったんですか。もうしなくなっちゃったんです、途中から。もうそれも時間かかるし。何回も出すからもう面倒くさいと、いちいちね。なくていいですっていうので。ジムさん、なんでこの楽屋でこんなことしたんですか、これ。いや、あの楽屋で昔、今はセキュリティきついから楽屋でそんなことできないですけど。いや、昔もダメですけどね。はい、あの誰か入ってくるの分かりますやん、絶対楽屋なんて。いや、もう許されてたんですよ、僕がやってても。誰にですか。そう、芸人全体に。ジミーさんは、しこってもいいって。あの、ちゃんと拭いとけって、その後その衣装汚いだするから。その後ね、ちゃんとフォローで、その女性にごめん、さっきごめんなっていう感じでは、ちゃんとフォローしてるんですか。はい、何を衣装、あ、その、あの女の人見た女性に対して、はい、さっきごめんねって。いや、そんなフォローないもん。やってももう当たり前やってん、自分がやってて、それが普通やったんやって。そういう楽屋やったんや、その当時は。まあまあ、しこってないジミーさんの方が珍しいです、だから。それは昔や、ね、そう、はい、ね、全ずり。昔や、そう、警察が楽屋に来るぐらいやったもん。なんでですか。いや、警察があの楽屋に来るぐらいのことをみんなやってあったやん。いや、そんなこと。昔やで。もういいです、もういいです。危ないです、ギリギリです。はい、ギリギリアウトですけどね。まあ昔ですからね。昔や、昔や、30年前、はい、当時のジミーさんの写真が残っております、はい、こちらです。これ見て
ネタやってるんですって。あ、これどういうネタやってるんですかこれ、ね、めっちゃ気になる。ピン漫談ですか。漫談、はい。どういう漫談ですか。ドレミとかそんなドレミの歌を歌うとかそういう感じ、はい、ネタはどうやって作ってたんですか。ネタはもうそういうみんな、考えて、そういう披露してもいい、滑ってもいいとこなんですよ。いいとこじゃないんだ。ないですよ。笑いに来てるんですよ、お客さんは。じゃあこれは一番ウケたっていうのね、当時やってたネタで。当時やってたネタで、一番ウケた。これ鉄板やっていう。鉄板やいやつ。あ、目をつぶって数字を当てますやつ。お、はい、すごい。面白そう。はい。はい、目をつぶって数字当てます。はい、間違ってるかなっていう、ね。間違ってるかなっていう。受けましたほんまに。こんねって自分らは目超えてんねん、もう笑いをこう。そうこう僕ね、吉本の人とか、あの吉本のマネージャーさんとか、吉本の社員さんとか、吉本の芸人さんまで嫌の嫌やねん。なんでですか。絶対目超えてるから笑えへんもん。そこを笑わせて、笑わせるのがプロの芸人じゃないですか。いや、絶対笑えへん。何分ぐらいですか、ネタ自体何分ぐらいやってたんですか。もう5分でいいんですか。あ、5分で、最初に出てって5分やって、5分やって、はい、はい、わかりました。さあ、次の問題に行く前に、ジミーさんをよく知るこんな方がスペシャルゲストとして来てくれております、はい、ご紹介しましょう、村上昌司さんです。どうぞ。おはようございます。ストローク長いな、おい。すごい。裏にいながれよ。ね、そこいて、そこいててくださいよ。あのな、だいたい老人ってお前9時以降はテレビ出たらあかんのちゃうか。いや、そんな決まりないです。大丈夫ですよ、ね、大丈夫ですよ。あのね、ずっと聞いてた、アホやろ。もうすごい、いや、超越してますね。アホっていうカテゴリーの収まりきれないです。いや、本当にね、もうほとんどあの全てがあの下に最終的には流れてる。流れてますね、はい、もうあの車運転してる時も、寝かけたら俺がずっと触ってあげる。え、ね、あそこ。あ、じゃあ眠気がほんなら普通やったらもうやめてくださいってなりますね、うん、ずっとこんな。余計事故起こすんちゃいます。行くとき兄さん、やめてください、発車しますやで。マジやで。いや、さ、逆に危ないでしょ、ね、だからあの、テープで作ったね、とんかち棒で、いつも頭叩いてた、あれが寝ないように寝ないように、はいはいはい、それはさんまさん後ろに乗ってるから、事故起こしたらあかんから、こういつもこうまあ、雨の日は特にワイパーでこれでもうあの催眠術にかかってしまうから、それでコンコンって。大雨やったら大丈夫なの、ワイパー早いからね。普通の雨、これはもう絶対ゆっくりありますね。あの前の景色じゃなしに、もうワイパー見てしまうから、コンコンコンって、マジやで。すごい車内ですね。マジやで、本当にこんなん大丈夫な、ね、流して。もう大変やったと思うよ。あの、庄司さんは見られました、このジミーは。見ましたよ、ドラマ、はい、はい、見てないって。見てない。え、じゃあ俺な、この間見てなかったやろ、はい、俺今日これあるから見て。あ、見てくださったんですか。うん、4話まで見てきて。あら、4話真面目。4話まで、どうでした、中尾君演じる。いや、もう中はね、あの、本当にむっちゃ頑張ってて、ようこういう役をほんま引き受けたな。そうですよね、事務所としても、ね、ありがとうございますですよね、本当に。いや、本当に、もう顔見たら分かるよ、一発で。クイズでアホやってんの、分かりますね。そんな、さんまさんもよくあれをドラマにしたなと。そうですよね、本当に。まあね、普通じゃなかったですから、マジで、もう私もあの一緒にね、あのアパートで住んだこともありますよ。あ、そうなんですか。兄さんが3階で僕が2階やって、もう、あのね、これでも言えるようなことは。いや、大丈夫ちゃいます、ね、いや、ちょっと濁して、ちょっとね、いつも喫茶店行くのも兄さんと一緒だったり、まあ、行ったりとかしてて、ほんで、ある日ね、あの、うん、お好み焼きのおばちゃんが、あの、俺が一人で行った時に、ちょっとそれ言われてた。ジミーさんが止めるって。それちょっと兄さん、兄さんなんぼ。いや、これセーフやで、あの、面白おかしいもセーフ、セーフにちゃんと料理する、料理する。ベテランやねんから、はい、調理はうまいことやってくれますよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。何年やってる思ってるんですか。それでね、あの、行ったらお好み頼もうたら、あんた、あんた知り合いの子やろ、あの、いつも口開けて。ジミさんのこと、どうしましたって。注意してあげて、この間真っ昼間から中学生と手つないでスキップして走り回ってた。
マジやで、ほんまに大丈夫なんかあの子いて大丈夫じゃあるか言うて見たら分かる。いやいやほんまやでそれあかんやつ全然じゃあ中学生と手くらいでスキップしたらあかんのか、行為自体よ別にね、楽しくねスキップしてね楽しんだだけですもんね、はい、全然セーフやろ、はい、遊んであげてたっていうのもなんかな、遊んであげてたってことですから、はい、子供とね昔ですもんね、はい、30年、まあ、ねえ、まあ、ジミーちゃんもね、まあ、すごかったわ、はい、なんせはい、もうあのみんなのね本当にあのマスコット、あ、まあそうですね、もういじられキャラというのがね、いじられキャラ、うん、あの進行やっとった時にね、はい、同じ、はい、あの裏であの新喜劇作ったり略語で出したり、はい、まあ、同じのことやってたんけど、はい、客席でちょっとあの騒ぐおっさんがおるから、はい、行ってこい言うたら、はい、なんか殴られたりとか、あ、中学生かな高校生かあれ、あの中学生です、中学生ぐらいやわ、はい、中学生ぐらい騒いでるから、はい、行ってこい言うて、はい、なんかこうビビらせたらあかんから、はい、吉本新喜劇の裏にあった小道具とかハンチング帽をかぶってこんなサングラスして、はい、こんなにやっていて、はい、中学生にどつかれて帰り討ち、帰り討ちに打って、すがにせんが言うたら帰りやがましやでドーンって帰り討ちを打って、え、いったんで帰ってきたんです、帰ってきた、すいません静かにしました、本人が静かにもうね、もう昔からもう可愛かったのよ。そうですね。今でも可愛いですけどね、十分ね。はい。はい、あの庄司さんの当時の写真もね、ご用意させていただきました。はい、こちらです。若い。かっこいいでしょ。いくつですかこれ庄司さん。これがね、6歳。なんでやねん。引き取るな。なんかないでしょ。たまに俺も美味しいのくれよ。自分の美味しいように持っていたら美味しくならないですよ、6歳では。ねえ。使い古されたボケ。これも師匠にもらったようなギャグですからね。まあ、これ芸歴何年目なんですかこれは。これが、はい、これ油が乗ってたからね。乗ってる時ないですよ。乗った時ないですよ。乗らしたりだよ。ほんまにお前よう見てるよね。正解だよ。ほんなら。これ何倍よこれ28。若いですもんね。67。はい。庄司さんがね、その芸人になろうとしたきっかけは何なんですか。いや、僕はあの小学校5年生の時から本当はもう岡八郎さん見て、はい、新喜劇のね、新喜劇見て、そしてゾン選手の時にヤングを見て、もうさんまさん、あ、この人天才やな、もと、あ、それでまあ言ったら、まあ、あのうちの親父も、はい、あの絶対その俺が死ぬまではもう絶対あかんということで、はい、で親父が死んだ時にもう兄貴らももう何やってもいいよということで21の時に造船所を辞めて、造船所辞めて吉本行って、さんまさんと庄司さんとそのジミーさんの関係って、いや、あの僕はまあどういう、いや本当にもう決定なおるから進行で、はい、兄さんちょっとあのまあ野球もやってましたから、はい、あのメンバーもちょっと、まあ、下手なんばっかりやから、なんかヤオフレンズで役やってるらしいから、はい、ちょっと連れてきます、はい、面白いんですって言ったら、さんまさんがむっちゃ気に入って、そら気に入るでしょう、もう少女もよう見つけてきたなって、俺買うわ言って、いやいやほんまほんまに犬みたいな感じで、最高かわいいかわいいって、そばに置いときたいと、うん、はい、あの庄司さんのね当時の写真もう一枚ございます、はい、こちらです。これはは始めた頃そんなわけ、あ、そうなんですか、え、もう大人に見えるけど、もうこんなこういうハイハイしてたんですか。いや、いいわ、普通に言うわ、いや、おかしいわ、大人、いやいや、結構大人にはまだハイハイしてたんですか。許してあげろ、許してあげろ、許してあげなさい。これに、これは29とか、それ、はい、その辺かな、いくつなんやろ。これと、どんな毎日送ってたんですか、この時は。素晴らしい、ええ、素晴らしい毎日送ってました。毎日具体的なこといいな、あれや、いや楽しくて楽しくて、なんせさんまさんと一緒におれることが、まあ帰ってきたりとかすることが、はいはいはい、またご飯食べに連れてもらったりとか、もうなんせさんまさんの横におるのが、ほんでこいつがずっとあの可愛がってもらっとったから、ね、はい、ちょっとあ、なんかちょっと嫉妬みたいなもうあったのよ、ね、あるでしょうね多分ね、それは、うん、はい、で俺これ以上アホじゃないからね。さんまさんはもっとアホが好きやったから。ねえ、うん、いじり倒されてたでしょうね、その時はね。可愛かったのよ。でも兄さん、あの時ね、元町の一畳の部屋で二人で寝てましたもんね。そう、二人で。
で抱き合って寝たりね、抱き合って、うん、はい、そういう、はい、まあ、あのなんか寂しい寂しいからほんでずっとチンコ触ってやってほんでボコボキボキしてたんですよマジで、マジで、ほんでトイレ入ってあのさんまさんの事務所のあのトッサンっておるやろトッサンの部屋で便所入って出てけへんから、はい、ほんならずっとビニボン見ながらチコ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 へ何せんねんって言ってきっかけをえきっかけきっかけきっかけ兄さんが立たせてもらってお前やで何なんすか気持ち悪いそれじゃもう子犬のように二度と腰痛いなんで庄司さん立つんですかその前にいや兄さん触り方うまいね知らんからよお前俺ねこれやめましょうもういいですこれだから自信ある分かりました庄司、はい、さん迎えてね問題参りましょうはい、はいはい、クイズ大西、はい、あじゃあ、はいはい、いいですか、はい、ある時体調を崩し入院することになってしまったジミーさん、うん、そのジミーさんは病院でとあることをして先生から激怒されてしまいますさてジミーさんは一体何をやらかしてしまったのでしょうか皆さんフリップのお書きくださいこれはもう本当にあの会社自体も大変なことになりましたからねあそうなんですかそう会社自体がもう言ったらもうお前さんま君大丈夫なんかあいつってもうどえらいことも、でまあさんまさんももう病院からどえらいこと怒られて、えそっち系じゃないんですかえまあそっち系ではないんですないやんか、あないなよ今回は全部あのそっち系にやったらもう面白くなくなるでしょもうちょっとねもうやらないですよね次から次で欲しくなるもんねはいそうそう超えていかなかもんねレベルを上げていかなかもんねそうかこれはでもちょっとみんなではまあ入院した時うんまあみんな経験あると思うんですけど、はいえみんな経験あることいやみんな入院したら絶対に、まあ、大体それをちょっとまた違う形というかね形で、うん、はいさあ皆さんお書きくださいよでもあの時兄さんと営業行って倒れたんですよねあの時僕多分ええ違う違うあれ、はい、違うお前あの名古屋の営業で舞台出る前、はい、あのその前にお前倒れてんねんあそうです2回公演で1回目だだ滑りになってただ滑りになって2回もある思ってそれでまあ精神的にもちょっとあの自分でもちょっとおかしになったんちゃうかなああ滑りすぎて滑りすぎておかしいのが輪をかけておかしくなっちゃったっていう輪かけて倒れたあー、さあ皆さんいいですかこれはねかけましたちょっと危ないんですよもし命にもちょっと危ないあら命の危険ありますよねうんそうや命の危険性でもあの別にそこまで、はい、まあ言うたらそれは、うん、えっていうはいさあ皆さん書けました、はい、じゃあ話君、はい、お願いしますその運び込まれて、はい、最初に見たナースを、うんずーっと今もストーキングしてる長っ怖時間がいいまだですまだ怒られてんねんなはいじゃあ須藤ちゃんはい、はい風邪をひいてて、うん、なんか頭じゃなくてずっと足を冷やしてたアホやねーかわいいアホやねでもねはいさあナダルはい、どうぞ病院を脱走して交通量の多い道でオナニいやそっち系じゃない言うてたやん分からへんもん何が何だか分かれよ何が何だかどうしたらいいか全く分からんもうちょ離れてくださいオナニーはねさあ正解はあるんでしょうかそれではドラマから正解となるシーンを見てみましょう、うん、何やろう全く分かれへんすいません救急車で運ばれた大西の病室は3105室です3105、はい、ありがとうございますえ、何やろうめっちゃ怖いっすね、なんかバカバカバカやめろやめろダメだっておい、何やってんだおいやってやってダメだってダメだってダメだってこれ何してんねんああ、若来てくれたんですか若ちゃんお前これ何してんねんってさんまさん、見ての通りです点滴をラッパ飲みしようとしたんですなんでやろ、魔法か点滴がポタンポタン落ちるの遅いし、もう飲んだ方が早い思って点滴をラッパ飲みする患者、初めて見ましたあのね、これ鎮静剤だから飲んじゃダメなんですよ体の中入るんやから飲んでも一緒やないですかはい、正解は点滴を飲んだでした。すごいっすね。これはもう実際に正解者なしということでね。実際に飲んでたやん。
なあ、それ飲んでたんです。実際に飲んでて、ほんで実はあの看護師さんがカルテをあの置き忘れてて、取りに帰った。そう、ほんで一回あの離れて部屋から。ほんで、あーっと思って帰って部屋開けたら、ベッドのところであの点滴外してチューチューって飲んでて本当はいや、ほんまやで、ウィダーインゼリーみたいな感じでほんまは、ほんまは飲みかけようとしてたんじゃない、飲んでてあチューチューって、でそれ何してるんですかって止められたと。そう、遅いから、はい、いや、ちょっとどんな味なんですか、まずその点滴。いや、もうポカリセット、ポカリセット。いや違うでしょ、絶対違う。いや、ほんまですって、絶対やん、ほんまですって。いや、でも飲んでくださいよ、皆さん。持ってきてるから飲めよ。ないでしょ、まずどっから持ってくるんですか。あの塩分がちょっと入ってて、そういうポカリセットのような感じ。でもスポーツドリンクって言いますもんね、点滴って。薄いやつです、薄いやつです。そうなんですね。じゃあ本当に、本当に飲んでも問題はもしかしたらないと。ないんですよ、ないんですよ、問題はないんですよ。あかんあかん、あるよ、あるある、あんなもんね。だからあのゆっくり落としてんねん。確かにそうですね。あれあんまり早く落としたらいけない、ね、落としたらあかんねん。だから生命に関わるから、あれゆっくり落としてんねん、2時間とか3時間かけて。全然大丈夫って、青からみんな飲むわ、大事になれば青。普通は飲んでもいいんですよ。そうか、いや、ちょっと何してるんすか。あかんねん。だってあれ別に痛くないじゃないですか、点滴入れられてても。別にゆっくりでもいいじゃないですか、別にほっとけば。いや、それ無理。なんでそれと思うんですか。我慢できない、我慢できない、我慢できない、我慢できない。いや、もう早くほんまに触りたいから、はい、早く、あ、早く触りたいから。キッチンを、キッチンですよ、答え。そっちなんですか。そうなんですか。兄さん、いや、そ兄さん、こっち入っててもこっち側です。あ、そうか。さすが手つきうまいや。あかんねん、もうそれは、もうそれはあかんねん。こっちで触れるとか。誰も笑わんようになってきました。最初おもろかったけど。お名義出てきましたね。やめよ、下ネタ。下ネタやめよ。さあ、庄司さんには番組終了までお付き合いいただければと思います。はい、さあ、ここからはこちらに参りましょう。なんだ、早押しでクイズ大西。はい、よっ。さあ、ここからですね、早押しクイズ。ドラマでは描ききれなかったさらなるジミーさんの伝説エピソードからクイズを出題でーす、うん。さあ、このブロックからは、中尾君にも回答者として、はい、参加していただきます。はい、ね、知らないことは。いや、あの、まだもうジミーさんを完璧に演じた中尾君ですからね、もう再びジミーさんなりきって考えていただければ、はい、まあ、おのずと答え、おのずと答えが出てくるんじゃないかと。なるほど、はい、行きましょう。それでは参りましょう、クイズ大西。さんまさんに連れられ、庄司さんと共にあるお葬式に出席したジミーさん、ああ、そこでジミーさんはそのお葬式を台無しにしてしまいます。ジミーさんがやらかしてしまった大失敗とは。さあ、早押し、どうぞ、行こう。お葬式、はい、須藤ちゃん。地図が虹色。面白いな。それすごい、それ面白いなじゃないでしょう。アイドルのこの軽いボケに面白い言ってる場合か。はい、それじゃね、台無しにならないでしょう。ね、はい、エロい系ですか。いや、エロい、まあ、エロい系というか、まあ、まあ、これはちょっと不思議だらな、まあ、不思議だらなっていうか、まあ、バチ当たりと。いや、バチ当たりないですよ。はい、お坊さんで14発目っていう。離れろや、もう14発目。いや、それしか行かないもん。離れろ言うてんねん、坊さんでは無理ね。あ、それじゃない、無理じゃない、無理って。はい、中尾君。遺体の胸を揉んだとか。やりそうやな。じゃあ、すいません。いや、でもジミーさんやったらあり得る。もう80のおばあちゃんだったんで。おばあちゃんが、おばあちゃんじゃん、おばあちゃんじゃん、おじみさんのお母さん、お父さん、お父さんでしたっけ。お父さんなんかや、ほんでお父さん、父もんでとらやつんねん。もんでへんねん、ほんで、もんでませんねん。はい、言ってるし、バチ当たりですよ、バチ当たり、はい、まあ、なんでこんなことしたやろな、これはね、まあ、マネージャーの、まあ、本当に世話になってる。はい、線香2、3本盗んだ。いや、それは別に台無しなれへんやんか。すいません。もうちょっと頑張って。ナダル。きつ。大喜利がね。じゃあ、あいつきつく言わんとダメなんですよ。一生懸命やってる。いや、ナダル頑張って。一生懸命、みんな一生懸命やってんねん。いや、俺はずっと見てたけど、ナダル頑張ってる。いや、それはそれでちょっと、それはそれちょっと、すいません。めっちゃ頑張ってる。どんどん行こう、どんどん行こう。はい、行こう、行こう。はい、行こう、そうじゃん。はい。ポクポクポク、チーンで、チーン。え、どういうこと、どういうことやろ。
チーンで何出しちゃった出しちゃった出す僕僕これチーンチーンで出した出すあパンツも脱いではい正解、いやそっちやほんならもう違う違う違ういやいやコードでもいやでも脱いだだけね、はい、これはねまあ正解は、ね、偶然やね下半身が丸出しになったどういうこと、まあ、ポクポクチーンではないですけれども、うん、あ違うねこれどういうことですかあのこれはジミーも、はい、あのさんまさんが拝んだ後に、はい、お前もちょっとあのねお食をしてこいって、はいはい、ほんでまあ家やからあのまあジャージ履いとったんけど立つに立たれになって思うて履いとくばって言ってたらこうやって、ええ、ジャージがずーっとあのずれていってあの全部お肛門が全部丸出しになっていやそれはもうそうしようと思わないとできないよいやいや違うねそんなことありますいや足しびれましてんほんまに足しびれてねいや足しびれてかもしれんけどそんな脱げることないでしょいやこれがあるねんびっくりした俺らも俺とさんまさんってジミーがいたら足立たれへんねんな思ったらあいつくばっていてたらだん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 ずれてきてたどりついておしょこしょも取ったらもう肛門全部出てたからねマジでマジですかとりあえずそれまでにお母さんはさんまさんわざわざお父さん東京からわざわざさんまさん帰ってきてくれたよ言うて、ええ、うんもうそういうさんも来てくれてとかいう話があって、ええ、でそれがお母さんの前であってほんならあのさじきさんってから吉本社員さん、ねはい、別の隣の部屋に呼ばれて、ええ、俺らが聞こえてない思ったやろな、はい、ほんならあの早く帰ってもらえと。そりゃそうなるでしょ。ね、ね、ほんでちょうどお寿司とか用意してくれてたのよ。そうそうお寿司うんはい、ほんで俺それ目当てでも行ってたし。ほんだらお前のせいで毎年食われんやろってバチンって叩いたら音がすごい響いて。ええうん、ほんだらさんまさんがシャレにならん帰ろ帰ろ言って。そうでしょ帰ってもうその場がしらけたと。こいつのせいで寿司食べられへんかって他の方もねアナルは見てるわけじゃないですかはいどう綺麗な話してました綺麗な顔みたいに言うのやめてください綺麗な話してましたじゃないんですよこんなんあらいやそう汚いな口で肛門をやらなくていいんですよ口で肛門やるのやめてくださいあちょうどこんな感じでした、うん、どんな感じだっていいんですよ口で肛門表さなくてもはい、はい、こいつさんまさんも相当驚いてたでしょ、ね、さんまさん笑いませんでした逆にそんな葬式っていうね、うん、厳粛な感じさんまさんはもう非常識やから、うんまあ、笑いながらでも相当噛み締めてましたよいやそりゃそう笑うよねそうですさんまさんも手前あの、ねまあ、失礼やから陣見立たしてましたけど、はい、一回玄関出た後は大爆笑してました、はい、そりゃそうやわお前あんなんようできるなめっちゃおもろいですね考えたら兄さんも相当怒られてましたよ若にあれお前の原因やだから寿司食べられへんってあんなとこで言うなってそれもほんまにその親族おる前でお前のせいで寿司食われへんかったって、ね、え兄さんも相当怒られてましたよ若にそっちの方が恥ずかしいですよ兄さん不可抗力ですから親不可抗力そうですよ、ねまあ、ちょっとね可愛らしいかもしれないけどそこはかっこだっさいですね だってな夜10時お前のせいで寿司食われへんかったじゃないかだって夜の10時半やでむっちゃ腹減ってんでそんな問題ちゃうんですよビールも置いてくれてるしそうです、ね、寿司とビールでちょうどいいものとったらもうそんな状態からさんまさんもいてられへんしそりゃそうですよて、はい、ほんでもう腹立ったからもう頭2、3発お前のせいで寿司食べられたよ親族いてに前でですよ絶対やめましょう、はい、もう本当にもうだからそういう愉快な仲間ですそんな着地できませんできてませんそんなのはい、はい、さあでは参りましょうクイズ大西さんまさんに指示に起こしてくれよと10問でも終わります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 クイズ10時までですから前マックも大事だはしょるはしょる10時までですねえはいさんまさんに指示に起こしてくれよと目覚まし係を頼まれたジミーさん、はい、しかしさんまさんと一緒に寝てしまったジミーさんが起きると時刻はすでに8時これはなかったですねこれはね僕聞いてましたエピソード聞いてた、はい、慌てたジミーさんが取った行動とは早押しですどうぞちょっと長くしてるんでね、はい、ちょっと何7時8時に起きた、うんまあ、仕事もあるしね、はい、ええあの、まあ、7時に起こしてくれたのにもう8時やってんで起きたら、はい、ワンルームの部屋なんですあのはい、はい、ナダル
まだ夜の8時ですみたいな。はいはい、いやいや、まあ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 ですよ、いいですよ。はいはい、嵐8時やけど、うん、7時で何とかしようとした。なんちゅう答えやねん。いいですよ、すみません、いいですよって。なんやねん、その答え。問題なくか、そんな。やりそうやんか、なんか。無理やり。無理に決まる。でも、まあまあ、でもそれも近いわ。でも、当たりか。うん、近いわ。はい、ナダル。時計止まってます。あ、近いよ。ということは、もうちょっと。ちょっと、はい。はい、ナダル。夜の8時です。いや夜の8時じゃないや、もうほらもう分かるやん、もう違う。どうしたの？ああ、じゃあもう時計を戻した。そう、はい、正解。確かに近ないですよね。はい、正解はですね、部屋の時計を5時まで戻したって。5時まで結構それ分からんの。3時間前に3時間前に、まあまあ、明るいなも出たやろな。いやいや、それはそれで問題起こるやん。めちゃめちゃ受けてます。めっちゃ受けてますよ。いやいやそないにエボケでもないですよ。いやいやいや、そないにコメントでもなかったのに。いやいや、僕の国はもうちょうどいい。ドストライク、ドストライク、ドストライクです。え、変化球投げたらダメなんです。これもう普通に考えて。いや、あのちょうど8時に起こしてくれって言われてて、もう7時ですね。あ、7時、すみません、はい、7時に起こしてくれって言われて、ヒーズさんも8時、時計8時になってたんですよ、はい、あ、これあかんわ思って7時に戻して。いや、バレるでしょ。いやいや、ほんでそれはもう7時に起こして、女行こうかってなる。5時に戻したんでしょ。あ、5時に戻して、はいはいはい、あ、もう行こうかってなるじゃないですか、はい、ほんで行って、ほんで車も時計、運転手やってるでしょ。で、車の時計もちゃんと、あ、戻して、ほんで起点聞きますよ、はい、そこ、はい、ほんで若者乗せて、女行こうかって言って入れて、新大阪着いたらもう、あ、戻してるから帝国の時間になってるやん。そうですね、普通の時計が、ね、はい、あれ、ジミー、これどっちにさ正解やって言ったら、さんまさんもちょっとアホですね。さんまさんちょっとアホですね。どっちが正解やって、どっち正解や、ジミーって言い出して、いや、どっち正解っていうか、ええ、どっちも正解です。どっち、二人で笑うのやめてもらっていいですか。なんか冷めるんですよ、二人だけで笑うの。いや、ね、その当時思い出すとね、思い出すんですよ。だってもう何十年も、そうか、何十年も経ってるから、こんなことあったなとか思うと。さんまさん、でも仕事じゃないんですか、その日は。そう、仕事です、仕事です。いや、でバレるじゃないですか。え、そこからどうしたんですか。だ、向こう若いですか。はい、だから閉じてるわけじゃないですか、仕事。若いがしょっちゅう閉じてましたもん。あ、そうか。もうマネージャーなんかもう普通ですもん、その今日閉じとったな。それがさまざま遅刻はもう普通になってたから1時間遅刻しようが別に。まあ、別に経営買ってもしゃあないかという。まあ、あの前鳥取の方でロケあってな、はい、あのみんなで、はい、芸人さん、はい、もうみんなで行くんやけど、もうサムさんが来てないと、はい、どうしよう言って、ってもうそんなのもう、はい、これはだからサムさんとかとりあえず行けって、はい、マネージャーとりあえず、はい、もうどこ行ってるか分からへんから行けって言ったら、けど、はい、ぐっすり寝てて、はい、サムさんもうこの時間もう鳥取ついておかないとダメなんですよって。おい、絶対無理ですよ。でも、はい、局の人間らはもうヘリコプター飛ばすかなんかって言うとった時に、はい、どうするんですかってドアの外でマネージャーが言ったら、はい、適当にやっとって。いや、本人が正直のお母さんでできるやろって。無理、無理、できるわけないですよ。一番できないですよ。一番できない。言うな、一番できないで。2番目にできるわ、俺。いや、できないでしょ。はい、さあ、いきましょう、はい、8問目ですね、はい、クイズ大西、はい、さあ、こちらは中学時代のジミーさんです、はい、さて、この顔を見て命名された当時のあだ名は一体何でしょう。お手元の写真を出しながらお答えください。はい、俺これ知らんわ、わかんない、はい、これ見てくださいよ、はい、前にもありますよ、中君もね、はい、その当時ですけど、ストレートでいいですよ、はい、ね、その当時ですもん、あのその当時の中学生、中学生、はい、当時ですよ。あだ名、クラスメートですか。当時です。俺も知らなかった、これクラスメート、クラスメートがつけとった、つけてたんですよ。あの当時、あの兄さん、あのボクシングすごいやってて流行ってる時に、兄さん、誰ですか、兄さん、兄さん、あ、え、この
え、知らんで、お前の中学校の時のボクシングは関係あるんですか？あまりちょっと関係あるんですよ。ボクシング関係あるんですか？言わない、いや、言うたらあかんね。ボクシング関係あります。言うたらあかんねん、それはまだ言ってしまいました。みんなボケぬくいやん。ああ、そうか、ボクシング関係あるんですね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん、はもう生放送なんで、これもう遅いです。はい、話、ボクシング関係あるんでしょ。はい、15ラウンドだいぶ殴られてますよ。いや、いいですよ、その発想いいですよ。そういうことですか。うまい、うまい、うまい、ほんとうまいよ。ボケが狭まるんすよ。いや、うまい、ボクシング、ボクシング関連になってしまうんで、注意したから。もういいですよ、ボクシング関係なくてもいいですよ。そのもうニックネームおもろかったら OK ですよ。はい、須藤ちゃん、天然マウスピース。お、いいね、いいね、いいですね。で、出してね、出しながらね。はい、天然マウスピース。はい、ナダル、ミツバチ刺されまくり。うん、あ、違う。違います。いや、いや、違う。寄せんでいいですよ。やめて、もう滑ってんのよ、もう。いや、もうパンチドランカーですか。いや、いいですよ、はい、うん、いいですよ、すごい近いんですよ。え、近いんですか。でもそういうことでしょ。だから当時、誰か似てません。当時ですよ。誰か似てません。フランケンシュタイン。あ、フランケンシュタインじゃない。はい、当時です。ガッツ石松さん。あ、あ、やねんけど、のガッツ大西。のいやいや、のガッツ石松やねんけど、はいはい、どういう時の？オッケー牧場の時の。違う。まだなかったやろ。まだなかった。まだなかった。ガッツそれ言うてはれへんかったわ。時間軸おかしかってんねん。ガッツさんどういう時の？面白い。何のガッツ石松？何の時の？殴られた。あ。だから何？膨らんだガッツ石松。膨らんだガッツ、その違うやんか。もっとストレートに行こうよ。あ、KO されたガッツ石松さん。あ、もう正解。すごい。はい、正解ですね。ガッツ石松が試合に負けた時の顔っていうね。長いやん。長い、肉声よ。何やねんそれ。ネーミング下手やな。ちょっと、ね、長すぎます。いや、中学生ですから。正式名称ないな、おい。どのタイミングでつけられたんですか、これは。いや、学校へ行った時に、はい、もう顔いっぱいここら辺陰菌できてるでしょ。陰菌は金玉にできる。金玉は陰菌。顔には陰菌はできないですよ。陰菌の菌は金玉の菌やから。え、ニキビじゃない、陰菌やね。金玉にできるから陰菌なんですよ。だから吉本入ってきてできてたから、できてたから、もう陰菌ここに吉本入ってきた。金玉にできるから陰菌っていう。頭にもできてたやから、その時。ニキビさんは首の上も金玉ってことですね。首から上は。だからその皮膚病が皮膚金玉という。ちょっと皮膚病とか言わんといてくれよ、かまし。陰菌。陰菌で痒くなるんでしょ。陰菌とか悪いよ、アホ。その病気が、はい、顔を金玉と認識したんですね。だからこっちに来てもうたんですね。はい、病原菌をも騙すほどの。病原菌がここを金玉と思ってた。認識するほどの顔という。ほんでそれで学校行った時に、はい、顔をこんな腫れてたので、はい、でみんながガッツ石松が試合負けた時の顔をやって、みんなが、うんうん、そういうお前なんですね。でガッツ石松が試合負けた時の顔をってみんなが言い出したんです。うんうん、でネーミングがあだ名がガッツ石松の試合負けた時の顔。だんだん言われ言えてますよ。徐々に言えなくなっていってるんですよ。9割言えてます。言えてません。全然言えてません。10割言え。言えてます。中、このジミーさんの写真あるの？学生時代の写真があります。これじゃない。こちらです。じゃあ、ね。これ何の写真ですか、これ。これ命捕まえてんの？違いますよ。どういうポケなんですか？遠すぎるでしょ、イノシシ捕まえてんのって。庄司さん、笑ってる場合じゃないでしょ。いや、当時のこと思い出して。それで全部笑うんですよ。笑いますよ。ダメ、視聴者がついてこれないですよ。とか身内だけで笑ってるわみたいな。嫌でしょ。いやでしょ。いやけど、チャゲアスか。うまいね。いや、うまいね。乗らんでよろしい。乗らんでしっかり乗ってください、ほんで。後ろに海見えてんのに。いや、いいあそこでね。そこで。そこはいいんですよ。これどこですか、これ撮影場所。これ、白浜の三段壁です。あ、はい、はい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 。戦場時期から。中央旅行。いやいや、ブラッド。そこ
今の何がおもろいほんまに今のブラッドが中学3年でそんな大阪からブラッド白浜までいやいや、そこを考えてもらったんですよ。想像膨らませすぎなんだよ。いや、なんで兄さん、膨らんでますよ、だいぶ。いや、兄さん、なんか、なんでそういうこと言うはんねやろって思って。ちょっと、ほんまにもう、額面通りに普通に受け取ってください、コメント。コメントすいません。想像膨らまさないでください。はい、さあ、続いての問題も写真から出題です。クイズ大西。はい、こちらです。ジミーさんがまだ劇場で舞台スタッフとしても働いていた頃、こちらの女性にあることをしました。さて一体何をしたのでしょうか。さあどうぞ早押しです。可愛かったよこの子。はい。片山莉子ちゃんって言ったかな。はい。片山莉子芸名かな。はい。片山莉子ちゃん。本名の莉子さん。本名ってでも何？あいや、ほだ出してもいいんかな。いいよ。莉子ちゃん。はい。ほっぺにチュー。うん。近い。近いよ。お。はい、近い、悪いことですか。悪いことではないです。話、眼球にチュー。惜しい。どこにチュー、部位じゃないんですよ。あ、違うんですか。ほっぺにチュー。いいです、その辺から。チューではないって言うのじゃ。はい、もっとシンプルに考えよう。シンプル、はい、もう全然わかんないな。見てください。いや、別に僕らでいいよ。綺麗ですよ。なイメージじゃないから。はい、さあ、行こう。はい、ナダル。陰毛をもらう。欲しいよね。もっと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 前、もっと前、もっと前、前前前前前前って。それもらう前、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 もらうかなり前。もらう、もらえるようになったらほら、だいぶ結構な、そうそうそう、仲良くなってるやんか。いやもう簡単に、はい、なんだろう。髪の毛一本。違う違う違う、もう毛じゃないね。もらう。簡単にでいいですよ。ほっぺにチューより前ですわ、うん、もう分かるでしょ。はい、寝てる時に手をつなぐ、うん、だからそのもっと前、うん、寝てる時に、うん、もっと前よ。どういうこと。もう違う、もうシンプルだから普通に、ね、ジミーさん思うからみんなちょっとね、うん、いろんなこと考えてしまったやろ実際に、ええ、まあ、普通の人でもね、普通の人でももうそんな山ほどありますよ、うんうん、はいはいはい、好きだって言った。はい、正解。告白ですか。正解、愛の告白です。なんでこんなクイズ。え、急に何が。急に何を。お前急に何やねん。急にクレーム言い出してんの。なんでこんな急にこのクイズか。いや、すごい場が荒れてたからやっぱりこれで一回ね、さらちにしないと。ならん。この状態でさらちにはならん。はい、正解が愛の告白ということは、中尾くん、はい、この方のお名前お分かりですよね。え、リコさんですよね。はい、リコちゃん、まあ、ドラマ上ではリコちゃん、リコちゃん。あ、これは流れてるドラマの中で、はい、あります。何をしてた人ですか。そのジミーさん、この方の説明ちょっとお願いしていいですか。ジミーさん、要するに、はい、新喜劇さんの、新喜劇の女優やったんですよ。はい、そして、東京に行く、そんぐらい綺麗な方だったんで。東京に行く、そのぐらい綺麗な方、要するに、なんて言うんですか。どういう理由で行ったかまだ言うと。どういう理由ですか。東京に行くような女優だったんですか。いやいや、名古屋まで。さあ、誰が行ってんねん。東京に行く、全国で勝負できるぐらいの綺麗な人ですね。はい、で東京に、要するに手話です物語とか。あ、そうや、出てたんや。堀ちえみさんの、見てた。いや、脇役で出てたんですよ。そうそう、吉本ではびっくりするような。はい、考えたら今までそういうことなかったから、吉本の吉本からね、さんがそういう、うん、大ヒットドラマですよ。そうやな、よう覚えてるな。結果どうだったんですか。結果告白して、いや、告白して、いやいやって言われたんです。さんまさん、どこで告白したんですか。いや、それは舞台の袖で。舞台の袖で、うん、さあ、進行ですからね、言うて。ああ、好きですと、もうシンプルに好きなんですって、はい、付き合ってくださいと、付き合ってくださいって、じゃあ言うたら、いや、いやです、いやで、こんな陰金やろうと言われて。え、知ってたんですね。言われたんですか。陰金やろうと、陰金やろうなんて、そんなん言う人が全国行くわけないじゃないですか。わからないじゃないですか。そんな女優で、こんな綺麗な方、陰金やろうと言うわけでしょ、別に。え、カメラの前で言ったら、それ目の前でも言えへんやろ、そら。わかりません、わからん、知らないですから。いやいや、ええ、私は、ジミーちゃんと二人きりにはなりません、ジミーちゃんと二人きりにはなりませんって言われたんです。さんまさんと一緒やったら、
一緒にご飯とか食べたりしますけど、ジミーさんとは、ね、とはちょっとやっぱり二人きりは嫌です、どんな人かっていうのもリコさんも分かってあるし、うん、ジミーさんが二、うん、人きりは嫌で何されるか分からんしみたいな、まあもちろんそうです、本当に純粋に好きだったんですか。いやほんま純粋に、それともその性的な目で見てたのか、もう両方好きこの欲張り両方好きはないやろ、はい、もうあの何もかも好きだったんです、まあね、何もかも本当に好きだったんです。いや本当に可愛い子でね、はい、ジミーちゃんがあの好きや好きやってのも、まあ、俺らも知ってたのよ。でも俺らではどうすることもできへんから、うん、リコさんとはその後どうなったんですか。ほんでリコさんがもう東京に、リコちゃんが東京行くってなったんで、はい、もうそこから一回も会わず、そっから一回も会わずで、じゃあ何年あっ、もう40年、うわ40年もっとかな。もうでも今女優さんはやられてないんですか。今は撮らされてんのかな、そんな感じ。当時のことで何か未練があったりとかはしないですか。これだけは言うといたらよかったなとか、いやなんかね、未練っていうか、それはリコちゃんそうあの手繋ぎたかったし、手繋ぎたいだけ。そんなないですよ。だって私知り合いのあのね、あの社長さんと一緒にあのスナックとかよう連れて行ってもらってたんですよ。はい、そこおばちゃんが 4,5 人おるお店なんですよ。だいたい50過ぎの、はい、ジミちゃん踊りやーって、ほんならジミちゃん踊ってたら勝手にあのその踊り子さんに分からんようにもうズボン脱いでて、え50歳のおばちゃんはい、相手でしょ。僕らお酒飲みからあいつあれチークダンスしながらズボン脱いでるわ思って、はい、ほんで本人は密着してるから分からへんから、おばちゃんは、はい、うん、ほんでどうもありがとうございますって離れた時にギャーって言って知らん間に全部出してたんですか。抜いてた。なぜですか。いやもう我慢、雰囲気に負けて。いやそんなことまで片付けられませんって、はい、ちょっとええように言うって。いやちょっと、いや違いますよ。なんでその50歳のおばさんにおばちゃんに興奮したんですか。チークダンスくっついてるんですよ、興奮しませんが。でも50歳のおばさんでしょ。当たるんですよ、ここに。当たるんですよ。何が。乳首が当たるんですよ。おっぱいが。当たるでしょ。それはこうなってるんですよ。こうなってるんですよ。ほんならおっぱい当たるじゃないですか。当たるでしょ。当たるでしょ。脱ぐ普通の人脱ぎますやん。大体の人は脱ぎますやん。いや、脱ぎませんやん。脱がない人もおるんやって。ほとんどや。むちゃくちゃですわ、むちゃくちゃですって。ジムさん、ジムさん、さんこれちゃんとみんな見てくれてる。大丈夫ですかね、これ。大丈夫なのかな、これ。見てくれてるのかな、これ。だめだ。いや、コメントも。コメントも。いや。コメントお願いしますって言ってるから。コメントも全然声になってない。ピタッと止まってるね。何個か呼んでよ。来てるやつ。いや、あんねんけど別にないのよ、そんな読めるやつが。ちゃんと見てないのよ、みんな。ちゃんと触ってよ。さあ、いや、生きてみたいのよ。ないんですよ、これ。さあ、あのジミーさん、リコさんと最初に会った時のこと覚えてあります？覚えてます。はい、最初、何万ヶ月で、やったんですけどね。歌を歌ってなかった。ポケットミュージカルっていうね、コーナーがあったんですよね。コーナーが、はい、で僕は今みたいにそのワイヤレスじゃないんですよ。コードケーブルなんですよ。ケーブル、はい、優先ね、はい、ケーブルを要するにさばいてたんですね。さばいてたんです。リコちゃんがこっち来たらケーブルわーさばいて、歌うの上下も行くじゃないですか、ここに持って、それをケーブルをさばいたりするわけです。それが一番初めで見た時に、わっ綺麗な人やなと。わあ、吉本でそんなこんな綺麗な人おんのかなというぐらい綺麗かったんですけどね。だからそればっかり見てから、ケーブルのことなんか全然気がつかず、向こう行きたいのにずっとケーブル持ったままやから、向こう行きたいねんけど下手に行きたいねんか。下手に行きたいねんけど、ずっとケーブル持ってる。リコちゃんは一生懸命ケーブル引っ張ってるし、もうケーブルであのなんかこう辛い気みたいなと思って見とれてもうて。そう、そんだけ可愛かった本当に。はい、そんな当時のジミーさんが夢中になっていたこのリコさんですが、なんと今日はこちらに来てくれております。すげー。お呼びしましょう、どうぞ。そうでしょ。すごい。すげーやろ。うわ、本当に可愛い。あら、写真。どうぞ。すげー。うわ、きれいな。あらららら、どうぞ。あ、どうもどうも。ほんまに。すごい。
や、どうぞ、横に、横に、横に。顔、顔、顔。ゆこちゃん、あれ、東京行ってから、はい、あれから、吉本にずっと所属はしてたんですか？そう、それで、しばらく経って、フェードアウトしたんです。はい。まあ、あのシチュアです、はい、物語とかいろいろな、まあ、出してもらってたんですけども、はいはいはい、しばらく経ってヘイドアウトして、でそれからずっとあの大西くんとか、はい、お兄さんがテレビで活躍されるのを見て、はい、もう本当会いたかったです。だからもう今日はもうそこでドキドキして、すごいです。嬉しい。リアクション薄くないですか？なんなんなんか腹立つわ。久しぶりお会いして、もうちょっとうわーみたいな。40年ぶりやもん。だってわかりますけど35年ぶりぐらいですね。全然変わってへんやん。そうですか。いやでもむちゃくちゃ、いやほんまに綺麗な方ですね。ごめん、やっぱり変わってるか。何を言う、何を言う。いやでもリコちゃん変わってないよ。綺麗な、すごい。お年聞いてもだあまり、いや僕上やもん。え、ちゃうよ。いやいや下や下や。いやいや上です、ね、あの姉さん言ってましたもん。そう、お姉さんって言ってくれた。で私がちょっと先に入って、大西君がすぐね進行に入ってきて。そう、え、何年ぶりですか？じゃあ40年。いや35年。35年。で私が最初出会ったのが18歳の時ですから、37年です、あれから。うわあ、ジミーさんが手つなぎたかったんですって、ずっと。いろいろなことありました。めちゃくちゃ覚えてます。なんかあります？そういうなんか。衝撃的で。なんかそのエピソードちょっと。いいんですか？はい、いいですか？いや、衝撃的で、はい、まあいろいろあったんですけれども、はい、あのですね、サンマ兄さんと、サンマさんと、それから、まあ、あの大西くんがいてはって、はいはい、で当時あの私たちをさんまさんがくっつけようとしてたんです。え、うん、キューピッド役、うん、え、そうなんですか。それである時、はい、仕事が終わって、それであの今日何時に仕事終わんねんってさんまさんが聞いてくれて、はい、でいや5時ぐらい終わりますよ。ほんならな、あの当時何ばか月の横にあった、はい、ケニアという、はい、ありましたね、はい、喫茶店、はい、上がっていって、はい、そうで、そこで大西と待ってるからな、な、大西の告白聞いたれよ、受け止めたれって言われた。え、パワハラですやん。さんまさん、いやそんなにね、言われたらね。で、いやもうそれでびっくりして、うん、あの口に丸め込まれたらお兄さんの、うんうん、もう絶対くっつけられる。いやそりゃそうですよ、うん、と思って、それでもあの昨日私あの映像を見せてもらったんですよ、うんうん、このドラマの、ドラマの、はい、そしたら大西君がいつも困った時に、はい、ガーって書いてあって、もう私もあのパニック状態で、はい、でもしくっついてしまったらまたその次の日からまたもう放送局みたいにもうそれを振りまかれると思って、お兄さんに、あさまさんやからね、もうそこら中で言いまくるでしょうね。そう、それでもうこれは逃げるしかないと思って逃げたんです。行かなかったんですか？すっぽかしてしまった。行かなかった。覚えてあります？その時の当時のことを、ジミーさん。いや、あの当時はいろいろあったけど、いろいろあったんですけど、そのうちの、まあ、印象に残ってるのが今の話ですね。でも一緒に、でも我がとあの、まあ、さんまさんと正真さんとか4人でお茶飲みに行ったこともありますよ。え、あります、うん、はい、はい、でもさんまさんがリコちゃん狙ってたんちゃう？そういうの、そういうのはなんかそぶりみたいななかったの、さんまさんの誘われたりとか。いや、それ全然なかった。あ、それなかったんや。それで、あのさんまさんってすごい、ああいうなんかいい加減なことテレビでおっしゃってますけれども、はい、すごいジェントルマンやなと思ったことがあるんです、はい、それで私はあの吉本興業に、うん、あの16歳からいてるんですよ、はいはいはい、うん、それで今の NSC スクールが、はい、はい、学校ができるその前に試しとして、これからはあのこんなスクールも必要かなっていうんで、はい、私同期があの道野生ちゃんと、あ、そうです、はい、で、あの一緒にダンスを会社から習わせてもらってて、はい、で一番最初に舞台に出してもらったのが、はい、さんま兄さんのコンサートの後ろで踊らせてもらった。はい、そうそうそう、はいはい、それで梅田花月に行ってた時にさんま兄さんが横の化粧前の鏡の中で、はい、ご自分の顔をこうやって、覗き込まれて、はい、ついに天は二物を与えよったな、あ、なるほど、しかし、はい、ハンサムやなってずっとまじまじで陶酔してはるんですよ、はい、それで私その頃高校生じゃないですか、で横顔を見て、でもそれは本当に鼻も高くて、まあ、歯はちょっと出てましたけれども、はい、あのすごくハンサムやなと思って。そうですよ、さんまさんってね、はい、うん、それで子供の心にすごく憧れの存在でした。あ、
へえ、うわー、そうなんすか。憧れ。憧れ。その人が付き合ってっていう、付き合ったで言われて、なんで断ったんですか。憧れの人がね。いや、でも憧れはやっぱり憧れであってけど、正直それ一番のその断った理由っていうのは正直何なんですか。正直に。正直にうまく言えないですけど。はい。もう衝撃でした。もうトラウマになってましたから。何がもう顔がですか。いや、もう全て存在。あのね、大西君って、あの私多分思うんですけど、うん、今まあスターさんになられてね、大スターでいらっしゃいますけど、でも当時からその片鱗があったなって今からして思うとあるんです、うん、でね、当時あの、うん、歴代のスターの方がたくさん吉本興業にいらっしゃいますけれども、はい、うん、はい、どのスターさんよりも一番最初にスピーディーに会社全部にこの存在をあの知られた方だと。早かった早かった。あ、ジミーさんという存在を。存在を。で、当時は私たちはあの新人入ったら、はい、よろしくお願いします、困難してるんですって言って、はい、1ヶ月半年1年経って、あんな子がうちにいてるんやなっていう挨拶、ね、はいはい、でも大西君の場合は何にもそんなことしないのに、はい、袖にいてはるだけで、みんな大西ってドイツやドイツやって言って見に来はったの。自分から行かないの。噂が広がって、すごい方やなと思いました。いや、ピンときてないですよ、何なんですか。いや、まあ、自分やからピンと来てこえへんか、はい、ええ、そ、自分自身のね、その凄さってのは本人は分からへんねん、うん、だからなるべくして、ええ、あのもうスターにならはったなってテレビでご活躍するのを見て思いました。それはあの、なんかな、もしかジミーさんのこのルックスじゃなくて中尾くんやったら、中尾くんのジミーさんやったらどうでした当時。いや、もちろん OK です。いや、そりゃそうですよね。いや、今断られてもすごいショックですよ。あ、そこまで近いんだっていうのもありますね。いや、僕の態度が多分、はい、僕のやってることがリコちゃんは気になんかあったかもわかんないですよ、きっと。え、なんかありま、いや、もういろいろありすぎて。詳しく聞かんほうがええんちゃいます。傷つくだけですよ、多分。いや、多分もしかして見られてたかもしれないですね、楽屋での。いや、いろいろありました。だけど、楽屋での。いや、もういろいろありました。だって、今まで生まれてきて見たことがない。もう、あの、今日、一番、それはそうでしょう。35年ぶりにお会いしましたけど、はい、あの、すごい何十年も経ってましたけど、あの、ええ、うん、もう未だに人間離れしてはる。人間離れしてありますよ。はい、確かにね。変わってないですよ。はい、ねえ、はい。そうですよね。いや、あの、ええ、絶対僕の、そんあの、内面してるから中尾君とそんな変わらないと思います。何言いました。ですか、中尾君と。何、中尾君とそんなに変わらない、あの内面ですか。さ、内、外見変わらへんと思う。でも内面言うてもてるし、内面内面は全然、さっき内面言うてもてる、外見は変わらないと思いますし、で初めて僕が成立するんですよ。さっき内面言うてもたら飽きませんや。いや、うん、やらない。いや、あのね、井口さんがさっき言った袖で告白したことは覚えてあります。うん、もうね、いっぱいありすぎて、毎日いろんな人に、毎日、もう今までもうこんな人は見たことなくて、毎日毎日、好きですと、しつこいから、もういろんなことが起こるんだよね。はい、何回も言ってたんですよ、じゃあ。しつこいね。壁にも書いてますもん、リコちゃん好きとか。公衆便所か。多分怖いですね、でもそこまで行くとね。そこまで、ちょっと怖かったんちゃいます、正直。今で言ったらもう犯罪ね。そうですよね、ストーカーみたいな、ね。ストーカー行為ですから。でもね、ええ、やっぱり愛されキャラでした。でも愛せなかったんですよね、うん、そうですね。その可愛さが違うからね、その恋愛の可愛さと男の可愛さとでは、ね、リコちゃんとしたらちょっと可愛いっていう部分じゃないねんて。あの時まだ若かったですから、18歳ですから。18歳、私がね、18歳です。ジミーさんは何歳でした。でも僕も18ぐらい。18同士だったね。もうジャージずっと履いてね、もうずっとこの辺だけ汚れててずっと触ってるから、そりゃ嫌やと思うよ。もう照れてリコちゃん、この人怖いとか思うって絶対。ずっと触ってあったんですか。ずっと、もう癖やから。それ分かってあったんですか。はい。ずっと触ってるなみたいな、ポケットに手入れて。いや、バレてますやん。お前もうポケットあの破って投げてたもんな。触れた、直に触れたいから。直に触るためにだって。いやいや。いや、それ言ってますもん。知ってますもん、そういうことも知ってますもん。知ってるけど、あんまりね。いや、でもみんな。本人を目の前にして言うもんじゃないですよね。でもみんな、リコちゃんはみんなから、ええ、本当にみんながこう、本当に可愛い可愛いってやる。そりゃそうでしょう。今でもこのね、美しさなんですから。これでしたからね。へ、え、ぇ、ー、さあ。
そんなリコさんですが、はい、今日はジミーさんにあるものを用意してきたんですよ。はい、はい、それは、はい、はい、大西君に手紙を書かせていただきました。はい、じゃあ読んで、はい、普通読むでしょ。俺が読む。もらって終わりじゃないんですよ。何手出してるんですか。いや、もうこれで僕が読むかなって思って。いや、なんでおかしい。前じゃあ前の、はい、じゃあジミさんも前に、はい、ね、前に前に、はいはい、35年、はい、ぶりか、37年、はい、37年ぐらいですか。うわー、うん、時を超えてね、うん、あ、でも、はい、こちらも、はい、はい、はい、それでは、読んでいただきましょう、うん、お願いします。ジミー大西くんへ、長い間ご無沙汰しております。大西くんのご活躍はいつもテレビで拝見しております。大西くんと初めてお会いしたのは私が18歳の時ですから、今から37年も前になりますね。時の流れを感じます。最初に大西くんを見た時は危険を感じました。当時舞台の進行さんの仕事をしていた大西くんは、頻繁に進行さん部屋と呼ばれていた部屋で寝泊まりしていました。ある日、穴の開いたソファーの上で毛布をすっぽりとかぶって寝ていた大西君が、誰もいないと思って入っていった私に気づくと大層驚き飛び起きました。焦った様子で部屋の隅に行き、猛烈な勢いでポリ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 とこめかみをかき始めました。そのかき方が次第にエスカレートしてゆき、血が流れ出しました。やっぱりじゃない、シーツ血だらけで殺人事件あったかって思ったの。じゃ怖いじゃないですか。怖いで入れません、入れません、入れません、今ちょっとした。その血を自分で見て二度びっくりしながら、ご座頑張ってください、はい、言葉にならないという激しい息遣いを発していました。あの息遣いは今でもトラウマになっています。これラブエーター違うやん。まだありますから、最後に行きましょう。血は止まってた。そんな私と大西くんをさんまさんが引っ付けようとしてくれましたが、私はすっぽかしてしまいました。もしあの時大西くんの告白を受けていたら、今頃は違う人生を送っていたかもしれないと思うと、本当にあの時逃げてよかったなと思います。これ送ることはありません。まっぴつになりましたが、大西くんのますますのご活躍をお祈り申し上げます。頑張れよ。お前も頑張れよ。ああ、いいですね。いやさすが元吉本ですね。素晴らしい、秀逸、はい、ちゃんと笑いも取って ね素晴らしい。もう笑うしかなかったですよね。あの、今も吉本です。あ、今も吉本、そうなんですか。そう、吉本の吉本興業に復帰させてもらって、文化部っていうのがあるんですけど、はい、今あの紅茶のグリンコ先生、リコってあの緑の子とか、はいはいはい、緑の子とか、紅茶のグリンコ先生として紅茶の先生をしながら、あのいろんな芸人さんとトークをしたりとか、イベントに出させてもらったりしてます。復帰しました。何やその仕事。すいません。おんのか、紅茶を飲みながら。どんな仕事の職種なんですかそれ。紅茶の先生です。紅茶の先生って吉本も、ね、はい、何やそれ。はい、さあジミーさん、お手紙いかがでした。愛の告白やと思ってたんですね。思って、勘違いしてたんですけども。いや、それはないでしょう。はい、何なんすか。でも考えたら進行部屋にいつも寝泊まりはしてたからね、意外と。そうです、そうです。自由でしたから、あの頃は、うん、で、びっくりして、びっくりして、分からないですか、その書きすぎてるなみたいなのは。いや、そこはもう夢中ですもん。どの辺からまず血が吹き出したんですか。もうこの目のところ辺から血が、この辺一番よく描いてましたから。そんな描くことあります。いや、前本当にもう部屋、あの、とっさんの部屋、うん、シーツが血だらけで、殺人事件を起きて思ったら、こうやって寝てる時かいから自分で血吹き出してたからね。全身陰気ですもんね、はいはい。
全身陰菌。ここもうここの全部映ってるから顔も何かも。ここの書いたやつをここに持ってるから。この菌が全部映ってます。いやほらもう引いてるから。はい、いやいや。さんがもう普通普通ですもん。まあ、こんなん柔らかい。陰菌たますだれ。そんないらんこと言わんでよろしい。そんな。いらんこと言う。うまいことも言えてないし。何もかかってないし。何もかかってないし。ねえ、はい、じゃすいませんもう、はい、本当にごめんなさい、はい、ジミーさん勝って愛した女性リコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいやリコちゃんこれ、はい、まあ、手紙くれへんのね。いや手紙手紙あ手紙渡してそれはもう手紙くれへんのって変なことすいません。はい、ありがとうございます。なんで匂いで、いや匂いなはんな、もう警察犬やから。いや警察犬なんすか。あの警察犬買ったんです。それは言うたかんですか。言うたかんです。何の話してるの。こちらの話です。さあ以上でクイズ終了でございます。はい、結果発表に参りたいと思います。よっしゃ、お手元の獲得バナナをお見せください。途中からバナナなくなってました。あげるシステム何だったんだよ。なくなってたな。何回かなってたやろ。誰か誰やった分からん。わかった何回か。あ、中川さんだっけ。はい、みんな彼女も当ててた。はい、はい、彼女は俺も1個当てたから。当てた、当てて全員並びましたね。ね、一番おもんない結果ですね、これね。同点というね。誰にあげよう。じゃあ、中川君にあげようか。ね、頑張ってくれたからね。はい、さあ、ご褒美としてですね、金色に輝くゴールデンバナナさせていただきます。塗っただけ、塗っただけ。ありがとうございます。さあ、皆さんクイズ大西いかがでしたでしょうか。まず、須藤ちゃんどうでした。いや、もう本当にジミー大西さんの凄さが分かりました。分かったよね。はい、もう家に帰ってすぐ、ね、陰菌って何か調べよう。調べない、調べなくて調べなくて大丈夫。やめてください、はい。ね、さあ、ナナル、どうでした。危ないこといっぱいあったと思うんですけど、逆に興味がめっちゃ出たというか。あ、ジミーさんに。はい、だから逆にみんな 見るんちゃいます。これは面白いと思う。ね、面白いですよね。いや、そりゃそうです、面白いですよ。実際やから、実際にあった話。こんな面白いエピソードがふんだんに入ってるんですよね、ドラマは。いや、これただ今日ドラマのプロモーションとして成功だったんですかね。これを見て僕ドラマ見たいって思ってくれる人思うやん、思うよね。それが心配なんですよ、すごく。めっちゃ気になりますよ。いや、めちゃめちゃみんな気になって。ドラマすごく泣けるいい話。だからリコさんとのエピソードもだいぶ美化されてるなと思いました、ドラマでは。あ、そうなの。すごくいいお話。ドラマですから。だから逆にドラマを見てほしいですよ、本当に。僕一生懸命頑張ったんで。頑張った。最後の最後の責任なんだよ。僕それだけ言いましたよ。いやいや、ね、僕別に陰菌演じたわけじゃないんだよ。ないの。はい、違うんですよ。ついてる。先生ついてるとこは。ちょっといい話になってますか。いや、ほんま頑張ったよ。顔陰菌のシーンないんや。ないやねん、そこ山場やのに。山場なんや。顔に陰菌ね。はい、話は。いや、これでも多分一部なんです、ジミーさんのこの人柄って。だからまあジミーがあって、多分2、3もまだまだ収まりきれない人生なので、楽しみに僕も見たいなと思ってますんで。はい、これ、ね、海外の人も見ても、こんな人いてんのかなって思って。いや、まあそう、興味湧きますよ、それは、うん。はい、庄司さんどうでした。いや、これとりあえず来週頑張る。ん、いや、すみません、今日だけなんですけど。いや、じゃなくてないんですよ。だから与えられたその時を頑張らないと。前から言ってるでしょ。今日2部の力でしかやってないから。いや、8部どうしたらね。毎回10割で、なんで10割出さないんですか。いや、またあのちょっとずつ出していこうと思ってたから。だから今日で終わりなんですよ。毎回毎回ね、一発勝負や思ってやってくれないと。庄司さん、あのね、そこはもう芸歴42年やで、全部計算できてんね。計算できてるんです、ね。なるほど。ええ、で最後銃の力でちょっと締める言葉みたいな。だからあの今日2割しか使ってないから、はい、8割残ってんのよ。残ってるんですよね、まだ。全部こうちょっと出してください、8割。うん。いや、うんじゃなくて。8割出してくださいよ。はい、ね、まだ挽回できるますからね。後悔なしで、ええ、やりきったっていう感じにした方がいいと思いますよ。よ ね、はい。はい。そうですか。とりあえず、このジミーというこのドラマですね。来週はどうなるんでしょうかね。はい、お楽しみでございます。ダメです。どんどん自分で悪い方向に悪い方向に持っていきますやん、いつも。お前がちゃんとフォローせえって言うてんねん、ケツ。ケツほんまに。吹けないですよ。あのね、
こんなあのババッと飛び散らしたトークでもさんまさんは綺麗に吹いてくれるじゃん。さんまさんやからですよ。お前全然吹いてくれへんから、ぬっつぐつのまま帰れっていうような状態。めっちゃうんこ撒き散らしますやん。ほんまに。もうお前の前ではうんこせえへん。何やそれ。いい切り方や。今日一回もギャグ出えへんしもう。ねえ。では最後に中岡君、はい、ジミーさんからドラマの見どころお願いします。ドラマの見どころ、ええ、いやもうここはしっかりやっとかないとね。いや本当にあのでもさんまさんがあのプロデュースということですごくこうコメディーに思われてしまうんですけれども、はい、本当に実は知らないお二人のあのエピソードで、ね、泣けるよね。泣ける話も本当にあるので、そこは本当注目して見ていただけたらなって僕は思うんですけど。泣ける話でもすごいなんか興味湧く。はい、やっぱりお二人が出会って、はい、そしていつか別れは来るので、そこまでを物語でやってますから、やっぱり別れがあんねや。そうですね。はい。さあジミーさん見どころ。すごく本当に人情あふれてる。あのドラマなんで、はいはい、ぜひともあの皆さん見てほしいと思います、はい、あその時代を演じてるので時代を演じてるので時代を演じているえそんなたいもういろんな時代分かってあげなさいよ時代を演じてるってその時代昔の時代をやっぱりのあその花月を描いてますので分かるよ俺は、はい、分かってくれますか兄さん分かる俺ははいぜひともそういうこともあったというのを、はい、あ大丈夫ですもう、はいはいこっち組み取るんで大丈夫です、はい、はい、あさ、ぜひ、昨日より配信開始となったネットフリックスオリジナルドラマ、うん、ジミーアホみたいなほんまならしいご覧になってください、本日飛び出したエピソードをはるかに超えた凄まじいシーンの連発そして最後はまさかの感動もございます、ぜひぜひお楽しみください、はい、それでは皆さんさようなら、ありがとうございました、見てください、はい